ジョージ・ P ・ボディ、ジョージ・ P ・ボディ、ジョージ・ P ・ーバディ、百九十五年二月十八日から八百六十九年十一月四日は、アメリカ合衆国出身の企業家、事前家で、アメリカで最も古い音楽学校などの教育施設、図書館等の解説者。貧しい家に生まれたが、その後は金融の中心地ロンドンで、ジュニアスモルガンをパートナーとして迎え銀行家として、 活躍、後の銀行持ち株会社 JP モルガンチェイスの前身となる銀行を創設す。老後は惜しみなく事前活動を行い、近代事前家の父、ファーザー・オブ・モダン、フィランソロフィーと呼ばれるほどの世界的な賞賛を受けた。1795年、マサチューセッツ州サウス・デンバー、現、ピーボディのピューリターンを先祖に持つ極度に貧しい家で、 七人兄弟の一人として生まれた。極貧で苦労し、学校にも数年しか通っていない。彼は後に、若い頃のとてつもない苦労を片時も忘れられない、忘れることができないんだ。と述べている。ドライグッズの企業から始まり、いろいろ苦難があったが、最終的に銀行家として体制した。生まれた場所は、ピーボディのワシントン通り205で、現在として、生涯と異業を紹介している。 ピーボディの生涯にわたるビジネスのパートナーにして、友人の一人が著名な銀行家で芸術のパトロンでもあったである。1816年ピーボディはメリーランド州ボルチモアに移り20年間住んだ。1837年にはイギリスのロンドンに移り、その後の人生はそこで過ごした。ジョージ・ピーボディは生涯一度も結婚しなかった。 1869年11月4日、ロンドンで74歳で亡くなった。ウェストミンスター大聖堂の大司教の希望とビクトリア、女王の承認によりウェストミンター大聖堂に仮埋葬された。しかし、本人の意思は、故郷マサチューセッツ州サウスデンバーに埋葬されることであったので、ウィリアム・グラットストン首相が、イギリス海軍の最新鋭艦で最大の艦艇モナーク、 で、遺体をアメリカ合衆国に帰還させるように手配した。彼はマサチューセッツ州セーラムに埋葬された。マサチューセッツ州サウスデンバーは、その名誉ある出身者の名前を称えて、ピーボディと改名した。ピーボディは意外な、米国人の伝道、の一つで、ブロンクスコミュニティカレッジがあり、以前はニューヨーク大学、NYU もここにあった。ピーボディの銅像は、 彼の死去から間もなく1869年に、ロンドンの旧、王立証券取引所の隣に建てられ、フリーマン、ロンドン指名用市民、と呼ばれている。その後、これと同じものが、メリーランド州ボルティモアの近郊マウントバーノンにある、ピーボディ研究所に建てられている。ピーボディは1812年の米英戦争に、志願兵として参加し、と知り合う。 彼の支援により1814年、生活医療雑貨の大規模な卸売事業、ピーボディ・リックス商会を設立する。ピーボディの友人コーコランとエリシャの息子、ジョージ・ワシントン・リックスは1836年にを創設している。1851年、彼はジョージ・ピーボディ商会を設立、アメリカの鉄道輸送での増大する積み荷の安全保障の要望に対応しようとする。 三年後、彼は、ジューニアス・スペンサー・モルガンと提携し、ピーポディ・モルガン商会を設立。これにより、両実業家は、1864年のピーポディの引退まで協力して、運営に当たった。ピーポディの引退後、この会社は、JS モルガン商会と改名。先のイギリスの商業銀行である、モルガン・グレンフェル銀行、現、ドイツ銀行、 国際的なユニバーサル銀行である JP モルガン、S、モルガン・スタンレーは、すべて P ボディ銀行にそのルーツを持っている。P ボディは、近代の事前事業の祖として知られている。その後、ジョンズ・ホープキンズ、アンドリュー・カーネギー、ジョン D ・ロックフェーラー、ビル・ゲイツ、その他の人々によって受け継がれていくような事業の、先弁をつけたのが、彼である。アメリカでは、 彼の活動が教育への事前事業の形態を形成した最大の要素となった。アメリカ合衆国ではニューイングランドやその他にピーボディは数多くの機関、研究所を設置し、また支援している。南北戦争が終わってから彼はピーボディ教育基金を設置、南部の困窮した子供たちの知的で道徳的で手に職をつけられるような教育のために援助を行った。 しかしながら、彼の最大の慈善活動は、彼の最初の経済的成功の舞台になった、ボルティモアで割れている。1862年、ピーポディは、ロンドンで、ピーポディ慈善基金を設立、今日のピーポディトラスト、である。これは、ロンドンの貧しい人たちを救済し、彼らに、質の良い住まいを提供しようというものあった。 ピーボディトラストによる最初の貧しい芸術家と労働者のための住宅は1864年2月スピタルフィールズのコマーシャル通りにオープンした。それらの住宅は建築家の H.A. ダービシャーが従来のゴシックのスタイルを打ち破る魅力的な装飾をつけて設計し彼の元にはそれ以後注文が殺到することとなった。ディにはロンドンの貧困者への経済的な支援の功績を たたえて、チャールズ・リードの提案により1862年7月10日、ロンドン市の名誉市民に選定された。名誉市民に選定された、アメリカ人は、ピーボディが最初である。1869年、ピーボディの銅像が、王立取引所の隣の1842年から1846年に、取り壊された教会跡地に建てられ、エドワード7世により公表された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。